はい、時刻は水曜日8時半を回りました。今夜も F から、はいはいはい、今日は、私ユニット系の関東 F の中松と、はい、いつものエイジです。あ、男だけでこの3名でお届けいたします。もう女子力が弱くなってね本当ですね。これから男子力ですよね。はい、男子力で、やっぱ男子力が一番重要になってくるんで、ね、はい、今日はですね、負けませんよ。先週の土曜日11日に、F で行われました新京さんのライブを聞きながらですね、お届けしたいと思うんですけれども、うん、新京さん、GT&VO、要盛吉でよろしいですか。そうそうそう、ね、ギター&ボーカルですね。 GT&VO って何だろうと思いました。ギター&ボーカルでした。失礼しました何言ったのかなと思って今、はい、はい、要さん、でボーカル、久高真澄により2006年アコースティックデュオ、新京を結成。70年代から80年代のフォーク&ポップスやオリジナル曲を含め沖縄市を中心に活動中です。沖縄市銀天街で親父の鉄板焼きギター弾き語りの店新京と称して店内でお客様を交えてライブを行い楽しく過ごせる癒しの空間のお店を営業中ということです。はい、うん、どんなでしょうか。だからね、久々の、ね、ライブだったんで半年ぶりかな。そうですね、うん、じゃあでそのまま始めていきましょうか。はい、はい、今夜も F から番組スポンサー、季節の果物を使いお客様に合わせた最新のカクテルを落ち着いた店内でご提供します。バーボビーズ沖縄市330沿い福原楽器向かいお花屋さん2階、電話 098-955-5816。 浜田省吾を愛するマスターがあなたを待っています。バーそよ風沖縄市上地 2-1-21、 電話 098-930-3553。 カウンターでお隣同士でカラオケが楽しめるお店、カラオケスナック勇気、沖縄市小屋 1-8-36 島袋ビル1階。音楽とテレビスポーツ観戦を美味しいお酒と料理でどうぞ。ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ沖縄市パークアベニューパルミラ通り入り口角。歴史ある店内、落ち着いた雰囲気が幅広い世代に人気。ギター演奏や各種イベントが定期的にあります。ラテン酒場アルハンブラ沖縄市上地 2-20-12 ユニオン中野町店となり、屋台村感覚、あの日のコザの町のにぎわいを思い出す店内で美味しいお酒とおつまみをどうぞ。大衆劇場足立屋沖縄市中央 1-20-9 1階、パークアベニュー通り入って3つ目左角。以上各社の提供でお送りします。卒業写真、卒業写真行きましょう。いとこ共感覚で大丈夫ですか。起きますか。はい、開く川のように
卒業写真のあの人は優しい目をしてる。街で見かけた時何も言えなかった。卒業写真の面影がそのまま F から乾杯。はい、タロスケ来てますよ。え、仕事、仕事、夜勤だ。ああ、じゃあ缶コーヒーで乾杯。はい、乾杯。うん。赤さんもいるいる。え？ヘルメットみたいな髪型になってます。大丈夫じゃない。あのビール1本ぐらい飲んで、はい、もう。例えばそれか。多分できると思うよ。あ、悪の道に。ミカがミカ聞いてんだ。ええ、ミカさん聞いてます。エイジーがどうしたって？え？エイジがどうした？エイジさんが眠たい？目してる？はい。はい、あ。本当に仕事してたのかな？あ、さっきのビールと島崎2杯でこんなに酔ってる。うん。まさか。あ、まあまあ疲れてるからね。午前中から銀行と商工会行ってもう一応仕事してるから。話長くなるぞ。
ダクドさんとかさっきしない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 天国間の伸びであなたの私にではなく誰かの知らない人に誘う誇ってみようパンフレット持ち手が震える私の目の前通って二人は腕組み扉の中へ消えて行きました目ぐらは鳴っています私の愛を脅かすように明かり勝手に盛り上がってたけど、聞いてる心境の歌。聞いてるよ。おちゃんと聞いてる。本当ですか。なんか、売られなんかね、歌ってる時の方の会話の方が面白いような気がするんだけど。そうですね。だから半分半分半分でこうね、ラジオ流してもらおうか。ちょっとヘッドン借りていい？うんしたらあのあれ危ないよ一曲ぐらいはちゃんとあのあーそういうことあの
メロディーと歌詞がたまに入ってくるんだけど、でもやっぱ話してるとやっぱ聞こえないから、ちょっと聞かない。聞きながら話すんだ。そうそう。いやいやいや、聞いとけ。話ストップするからいいんだよ。話さなくていいから。この世界観いいなとかさ、こう一応音楽的なこともちゃんと話さないと、やっぱさ、やっぱ自分たちがやってることのあの根っこにあるところがやっぱそこだから、その根っこにある部分、アーティストがこう話してる、あの歌ってるところをこう自分なりにこう、一言でもこうあの応援できるような言葉が言えたらいいなとは思ってはいるんで、ちょっと聞いてみる。はい、ちょっと聞いてみましょうね。
素晴らしい演奏でした、うん、でもラジオどう聞こえてるのかな、自分でラジオやりながらなんだけど、まあ、車で家だけで大丈夫聞かんけどね、うん、今の演奏ってどう聞こえてるのかな、うん、あのそのままのズバリの音をね、うん、変色も何もしないで、うん、ね、そのまま皆さんどう思ってるか分からんけど、単純に今これって音源って携帯なんだよね、うん、携帯からね、まあ、録音して流してるんだけど、まあ、ボイスレコーダーで、うん、そのまま撮ったって感じ、そのまま撮ってる、雰囲気が伝わればいいと思って編集しないんだけど、うん、でもやっぱり歌詞をこうなんかちょっと見て、あ、この歌詞は素晴らしいなっていうのがなんか、うん、歌詞を今度つけてなんかちょっとでもフューチャリングできたら、そうですね、逆に言ったらね、このミュージックアイブのこの30分の番組の中で3曲流す、うん、意味がある、かもしれない、うん、その一番メッセージ性があるような曲部分をこうフューチャリングしてみんなにこう届けてあげれたらなんか素晴らしくなるんじゃないかななんて、うん、な勝手に思ってるだけなんですけど、すいでもいいですよねやっぱり、うん、せっかくね、あのこうやって皆さんに流させていただく形で、ね、うん、やっぱみんなシンガーソングライターはやっぱ、うん、いろんなテーマを持ってる、はい、そうですよね、そのテーマをフューチャリングできる、うんうん、ただ聞くんじゃなくて、ねえじ、久々なんだよ新居って、うん、7年、うん、まあ、これね、日曜日に7周年っていうちょっとパーティーみたいなことするんだけど、7周年、そう、最初の立ち上げの時にミュージシャンいなくて、一応お願いしたのがこの新京さん、うん、毎週土曜日にやってくれと、うん、やりますよってことになったんだけど、うん、でちょっと1年ぐらい抜けてたんだけど、今回からまた4月も、ね、15日の土曜日に第3土曜日、4月の15日土曜日にも4月の15日新京さんの歌を絶対聞きに小座のミュージックバーFFに、うん、はい、来てください、土曜日ですんでね、待ってますよ、はい、本当に待ってますよ、今日もね、あと残り2分半を切りました、うん、俺も行きますよ、新京さんも4月15日、はい、ミュージックバー F の方でライブされました、でまたね、これから今日、はい、ライブからさ、ライブが、うん、今日ライブが、今日、僕ライブですかんちゃんライブ僕ライブしますんで、皆さんかんちゃんライブするの、はい、俺酔っ払ってなんかもうなんかガチャガチャしたらごめんねで日曜日も19日、はい、ね、F、ミュージックバー F7 周年、はい、7周年、ぜひ8時からですね、はい、あります、うん、はい、よろしくお願いします、はい、本当に、ね、よければ遊びに来てください、ね、お願いします、はい、じゃあまた来週です、はい、優しさも今夜も F から番組スポンサーバーボビーズ、バーそよ風、カラオケスナックゆうき、ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ、ラテン酒場アルハンブラ、大衆劇場足立屋、以上各社の提供でお送りしました。ありがとうございました。